今日は、Gガレージさんの撮影で、ミニライフも撮らせていただけるということで、メイキングのようなものをあげられたらと思います。よし、発車。フルマックス。現在、6時10分頃です。この後、このターンパイク箱根というところを、ぐーっと登って撮影していきたいと思います。しばらく道なりです。箱根のターンパイクを今登っております。今多分入ってすぐぐらいのところの駐車場で待機して撮影しています。フィアットと私は今日普通にミニで来ております。案外木更津から近くて、びっくりしました。引き続き、撮影していきたいと思います。めっちゃ寒いっすね。すごいですね、ここ、ね、めちゃめちゃ綺麗。いやーこれすごい。これカメラ映るかな。逆光だって。逆光、逆光もいいとこですね。あれ大島でしょ。あれそうですか。手前が八島でしょ。あのちっちゃいやつですか。そう、八島。すごっ。お金入れないと映んない。めちゃめちゃ綺麗です。これはやばい。景色いいですよ、めちゃくちゃ。ほらすげえ。早起きしてよかったっすね、マジで。もう戻ってこれないからここなのよ。あそこに行くんすか。そうここ、うん、だから俺ここで待ってるから。これずっとまっすぐ行けば着きますよね。そう、つくつく。あ、わかりました、うん、じゃあその前のあそこのところで待機して、うん、取ったら、うん、そのまま行ってもらっちゃって後をかけます。はい。最近見てます。今回はですね、トランシーバーも用意しています。カメラは FX3 でやっていきます。よし、撮っていくぞ。よいしょ。このアネスト岩井スカイラウンジというところに来ました。めちゃくちゃ富士山がやばいんで、ちょっと見てもらっていいですか。行きます。それご覧ください、この富士山のやばさを。わかるかな、これ伝わるかな。めちゃめちゃ綺麗ですよこれ。芦ノ湖が見えるんですよね、芦ノ湖。
ックビュー植物公園。芦ノ湖スカイラインというところを通って今、今度こっち駿河湾っていうんですかね、静岡側ということでめちゃめちゃまた風景のいいところで来ました。撮影は順調に進んでいると思います。では風景がこちらです。じゃじゃん、ドローンです。これからすすき草原をドローン空撮したいと思います。お待たせしました。お願いします。撮影終了です。続いて左方向です。お、なんじゃ。今まだ10時過ぎとかなんですが、なんとジーガーリスさん、撮影終了ということで、めちゃめちゃ早く撮影が終わりましてですね、先に帰られました。なのでちょっと僕は少し観光して帰りますということで、あの桃源台というところにやってまいりました。行ってみましょう。Thank you.
行ってみよう。